皆さんこんにちは、中森です。今回はですね、共通テスト終わって皆さんどうでしたかっていうのでコメント募集した時に返ってきた質問を返していきたいと思います。で、結構多かったのが二次試験挽回できますかっていう質問が多かったんで、ちょっとこれについて話していこうかなと思います。まず結論から言うと、挽回はまあもちろんね、点数にもよるんですけど全然できます。実際私がまあ直接見てた生徒だったりとかも、例えば、まあ、共通テストちょっと思ったよりうまくいかなかった、まあ当時はセンターだったりもしますけど、センターうまくいかなかったで、二次試験一科目のみなんですけど、9割必要になりましたと。今取れてんのが3、4割なんですけど、巻き返せますかみたいなものとか、二次試験500点配点で、あと100点上げなきゃいけないんですけど、間に合いますかみたいな。間に合った例は全然あるので、挽回はできます。さすがに満点取っても挽回できない点数取っちゃうとどうにもならないし、足切りされちゃうとちょっとどうにもならないところあるんですけど、この点を取りさえすればっていうものがあるなら、全然対応は可能じゃないかなっていうふうに思います。具体的にどうするのかまたね、後々説明していこうかと思うんですけど、まず考えてほしいのは、その不安ならすごくわかるんですけど、考えてほしいのはどうしたら挽回ができるかなんですよ。何点必要なのか、今どれだけの点数が取れているのか、それをどうやったら取れるようになるのか、ここがちゃんと考えられているかどうかが非常に重要なわけですね。もちろんね、入試を初めて受ける人もいっぱいいると思うんで、実際周りに間に合った例がいないから不安なんだっていう気持ちもとてもよくわかるんですよ。だから僕は今回この動画言います。挽回は全然できます。今の点数から上がらないよみたいなことは全然ないです。挽回をするために鍵になるのは、皆さん何か分かりますか？過去問なんですね。まあプラス問題集とかも使っていくんですけど、まず過去問本当に重要です。あと今の自分の点数が共通テスト、その大学学部だと換算すると実際何点なのか、で昨年度のまあ合格点とか見て、まあ昨年度はね、共通テストの平均がね、まあ人にもよるとは思うけど、ちょっと上がってる人も多いかなとは思うんで、数学1位がね、平均で上がったんでね、まあそこを考えると何点ぐらい必要なのかっていうのが、まあアバウトでもいいからある程度分かっていて、じゃあ何点自分が2次でどの科目で取らなきゃいけないのかみたいなのを考えるっていう、具体化するっていうのがすごく大事なんですね。だから挽回できますか、できませんかって悩んでる人はそこで悩むんじゃなくて、まず挽回しようと、挽回できる状態に持っていこうということを考えるのが大事です。でその上で何をすればいいかっていうのが、ちゃんと点数とかね、今の状況を見据えていって、まあ例えば二次試験が何の科目がそもそもあって、配点がどれくらいで、今自分が過去問での手応えがどのぐらいで、じゃあその中でその今までの参考書でちゃんと復習して仕上げていけば取れそうなのはこの辺だけど、でも例えば9割必要だったら追加で参考書やんなきゃいけないな、それは何やったらいいんだろうとか、そういうことを考えるのをまずやってほしいんですよ。その上で問題集とかをね、追加したりとか、分野別の対策やったりとかって話が出てくるので、まずはね、悩むところを変えてほしいんですよ。挽回できるかできないかっていうのは、できた例があるっていうのは今聞いて分かったと思うんで、じゃあ何点必要なのか、今の自分の実力はどんなものなのか、そこをちゃんと考えて、そこからスタートっていうことですね。不安な気持ちはすごくよくわかるんですけど、挽回した例は僕はいっぱい見てきてますし、どうやって挽回したかっていうのを知ってます。なのでそこはもう悩まないで大丈夫です。ただ満点取っても点数が足りない場合はさすがにそれは厳しいんで、まあその場合に志望校変更をどうするかとかね、なんならもう浪人覚悟で突っ込むかっていうのも、まあそこは考え方はそれぞれなんで、まあ何とも言えないところではあるんで、もう自分が納得できるようにしてくれればなとは思いますけど、ただ点数がね、結構自分の想定以上に稼がなきゃいけないっていう話であれば、それは過去にもね、全然挽回したケースはあるので、とりあえずそこでは悩まないで、どうやって挽回するかを考えることに意識を使ってみてください。というわけで次回の動画でね、実際にどうやって挽回するかって話をしていきたいと思います。今回は以上です。